いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、3倍努力すると報われるのかということでお話しします。3倍努力というのは、日本柔道史上最強、木村正彦の自伝我が柔道から取っております。有名な言葉が人の3倍稽古するというこのポリシーの3倍努力、睡眠時間3時間で十分だったということですね。まあすごいですね。引く線、グレイシー・ジューズにも勝ったということで、調べてみると、ものすごい努力家ですよね。戦中でもあったのであんま目立ちませんけども、知る人ぞ知るということですね。とにかく強かったということですね。で、文武両道というか、心技体というか、相撲ではそういったことが取り沙汰されますけども、そうでもなくて、思いっきりこう酒に酔って、弟子の生徒たちを怒ってぶっ飛ばしたりとか、酔いが覚めてへこんだりとか、夜中に練習で膝をつかされてた相手のことを目指したら腹が立って包丁を持ってその相手の家に行こうとしたりとか、途中で我に返って帰宅したそうですけども、そういった人間臭いところもあるというところで、憎めないっていうところですよね。柔道に対する姿勢、生き方、簡単ですよね、生き方にですね。木村の前に木村なし、木村の後に木村なしとまでこう、レジェンドというかを作った人ですので、何かこう参考になることはたくさんあると思うんですけども、闇雲にその3倍努力すればいいのかっていうと、やっぱりこう自分の中でいろいろね考えながら行動に移すということで、まずはターゲット設定で環境デザイン継続というこの3つですね。これ習慣系の中に答えがあるというふうに思いますけども、言い方はいろいろ変えているところがあるので、目標設定だとか、行動計画ですよね。でその行動計画を継続するということなので、何かね参考になればと思います。もっとねもっといいやり方とかきっかけとかあれば、いろいろね学んでみたいと思ってます。今回は3倍努力すると報われるかということでお話ししました。ありがとうございました。